アりがとうこんにちは。ゆずこです。それでは今回なんですけども、PayPay ペイペイと相性抜群の Yahoo カードチャージもこれで簡単にこのタイミングで作ってみたということで、まあ、今回は若干この今更感はあるんですけども、僕はですね、この Yahoo カードをついに作っちゃいました。まあ、なので、まあ、せっかくなので、この Yahoo カードがどういう特徴があるのか、そしてお得な Yahoo カードの作成方法も含めてサクッとお伝えしていこうと思います。 まずこのヤフーカードの特徴ですね。年会費は永遠無料となっていまして、還元率100円で1ポイント貯まるので、まあ1%還元。この還元されるのは T ポイント。また T ポイントと連携しているお店であれば、このカードを見せるとさらに T ポイントが貯まることができます。あとはこちらもありますね。ヤフーショッピングの場合は、毎日3%の還元がされます。内訳としたら、ご利用金額100円につき T ポイントが2%。そしてペ、PayPay ペボーナスライト1%付与となるので、まあここさ 最近僕自身は、こうヤフーショッピングの利用頻度が多いので、この毎日3%っていうのは結構大きいのかなと思います。そして何と言っても僕が作った理由はこちらですね。ま PayPay、あ、と相性がいいということです。現在僕は銀行口座からチャージして、そのままもう PayPay で決済して1.5%還元をそのまま受けてます。 けれど、今回はヤフーカードを作ったので、ペイペイにチャージすることで1、1%還元。この T ポイントが加わって、実質2.5%のポイント二重取りが可能となります。ちなみに今となっては、他のクレジットカードの場合は、ペイペイの1.5%還元を受けることができないので、唯一ペイペイでこの2.5%還元を実現できるクレジットカードとなっています。 そして先ほどちょっとお伝えしたヤフーショッピングでも活躍するということですね。例えばこちらのウィルキンソンの炭酸水を例に出したいと思うんですが、こちらの商品は500ミリのペットボトル48本で3580円という商品になります。 この商品を購入するときの還元率っていうのはこちらですね。じゃんということで20、20%獲得ということで、ペイペイで19%、そして T ポイントで1%ということですね。で、内訳はこんな感じです。僕の場合はソフトバンクユーザーなのでちょっとお得であったりします。あとはこちら、キャッシュレス消費者還元も入っているので、まあそれも含めてもこれで買うのも結構お得なんですが、けどですね、ここを見てほしいんですけども、ヤフージャパンカードを持っていたら、ペイペイボーナスライトと T ポイントがさらに 実質2%分上乗せされるんですよね。まあ、これはソフトバンクユーザーかつ Yahoo ショッピングを利用する方であれば嬉しい還元かなと思います。 そして冒頭でも少しお伝えしたお得な Yahoo カードの作成方法ということなんですが、僕は今回 EC ナビというポイントサイトを経由して作成させていただきました。今作成するとご覧のように4000円分のポイントがもらえるので、もし Yahoo カードを作ろうか迷っている方がいらっしゃいましたら、ぜひ EC ナビを経由して作成することをお勧めします。ちなみにこの4000円分に関してはいつまで続くかわかりませんので、これはお気をつけください。 この作成する上で一つ注意点がありまして、この EC ナビを経由する際に、Yahoo カードに関しては、スマホからではできなくて、パソコンからのみとなってますので、ご注意ください。なので、スマートフォンで EC ナビのサイトに入っても、Yahoo カードのページがございませんので、お気をつけください。 ちなみに EC ナビを今登録すると150円分のポイントがもらえる他に Amazon ギフト券がもらえるキャンペーンも開催されています。ちなみにこの Amazon ギフト券をもらうための条件などがあったりするので詳細に関しては省くんですが、まあそれを狙ってみるのもいいのかなと思います。 まあそんなこんなで今回は簡単ではありましたけれども、Yahoo ーカードについてお伝えさせていただきました。一応ですね、申し込んで僕は無事に審査が通ったので、今こちら出てるような感じになってます。なので、到着を楽しみにしたいなと思っています。まあ久しぶりにクレジットカード作ったので、まあ通るか結構心配だったんですけども、ちょっとほっとしました。また到着してから何かお伝えできることがあれば、また動画にしたいと思います。先ほどお伝えした EC ナビに、もしご興味があれば下の概要欄にリンクを貼っていますので、詳細気になる方は ぜひチェックしてみてみくださいということで本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。